風が語りかけます。弱い、弱すぎる。そんな風に思われていた時期が、私にも、ありました。片付き中の皆さん、こんにちは。私が、タイプフーンです。というわけで今回は、開封されるや、直接ストレージにぶち込まれた伝説を持つ、環境カード、タイフーンについて解説していきたい。このカードが登場したのは、2015年9月19日発売の、パック、エクストラパック2015で、ヒガンやクプルフとは、同期にあたる。タイフーンという名称からもわかる通り、このカードは、遊戯王におけるバック破壊の代名詞、サイクロンシリーズの末席を汚すものであり、事実、登場時には、単なるサイクロンの劣化カードとしてしか、認識されていなかった。そして、その効果というのが、相手フィールドに魔法、トラップが2枚以上存在し、自分フィールドに魔法、トラップが存在しない場合、手札から発動できる。フィールドの表側表示の魔法、トラップカード1枚を対象として、そのカードを破壊する。なんだこの、凄まじく奥ゆかしいそよ風は、やる気あんのか。バック破壊がトラップというだけでも、採用を敬遠するには十分な理由になるが、わずかばかりの救いがあったとすれば、条件こそ厳しくとも、手札から発動可能だという点。せめてこれで、効果が強力でさえあったなら、そんな願いを嘲笑うかのように、できることはといえば、表側表示の魔法トラップを割るくらい。しかも1枚。さすがのデュエリストたちも、これにはくらい。割る割らない以前に、割に合わないというレベルではない。まごうことなき、雑魚カードとしての風格が、そこには備わっていた。そう、そのはずだった。故に、誰一人として、思いもしなかっただろう。数ヶ月後、このタイフーンが、環境カードとして、ありとあらゆるデッキに採用されている未来など、すべての元凶は、大エンタメ時代の到来だった。後世に、遊戯王史上最強クラスのデッキとして、その名を刻むこととなる、エンタメイトエンタメージ。通称、MM の成立が、それ以前の遊戯王を、こっぱみじんに吹き飛ばしたことで、タイフーンを取り巻く環境は、一変する。そもそも、エンタメイトエンタメージが、いかなるデッキであったのかを簡単に説明しておくと、サーチカードの塊で、安定感抜群。ペンデュラムゆえに、突破力、継戦能力にも長け。最終的には、強力なランク4を並べて制圧、相手に何もさせずデュエルに勝利するという、ワンサイドゲームの極地に至りし存在であった。当然、こんな、インチキエセエンタメ野郎に勝てるデッキなど存在せず、一強環境。エンタメイトエンタメージに勝てるのは、エンタメイトエンタメージだけという言葉は、事態の深刻さを物語っていた。やはり遊戯王は、金のかかるじゃんけんなのか。そんなデュエリストたちのため息を、吹き飛ばす風があった。そわ、タイフーン。ただでもいらないと言われたカードがここに、反旗を翻す。基本的に、後攻を取らされた瞬間、敗北が決定するエンタメイトエンタメージに対し、相手ターンで使用できる妨害は、生き残るための必須要件であり、ことタイフーンに関しては、相手の場に魔法、トラップが2枚以上存在すれば、手札誘発としての運用が可能だったため、ペンデュラム召喚を駆使するデッキとは、相性が良かった。エンタメイトエンタメージが、魔法扱いである、ペンデュラムカードを2枚場に出し、ペンデュラム召喚の体制を整えたところで、フリーチェーンの妨害が可能な点は、まさにタイフーンにのみ与えられし、特権だった。確かに、タイフーン自体が強力になったわけではない。ただそこに、規格外の化け物が現れただけ。だが、それでも、多くのデュエリストたちにとって、その風は、紛れもない神風であり、その価格は、一時100倍にまで値上がるという快挙を達成してみせた。なお、100円だったことは、ストーリーの都合上、伏せさせていただく。緩和9代。とにもかくにも、我々が、タイフーンの姿から、学ぶべきことは、一つだろう。どんなカードでも、存在する以上、必要とされる力がある。お前それ、ラーバモスの前でも同じこと言えんの？ご視聴ありがとうございました。